肘や肩の度重なる手術を乗り越えた阪神の高橋春人投手、28が、1009日ぶりの一軍公式戦登板となった11日、広島戦、京セラで1025日ぶりの勝利を挙げた。手術後、復帰を目指す過程で最も左腕を悩ませたのは、肘でもなく肩でもなく手首だった。その理由とは、 高橋は4月に2軍で実戦復帰して以降今の自分の力を出したいと口にすることが多い。1軍復活性を上げた11日、広島戦は最速149キロの直球に武器のツーシームなどを交え、5回4安打無失点で7奪三振。2試合連続完封など花々しい活躍を見せた21年を彷彿、彷彿、させる投球を見せたが、理想からは遠いという。 まだまだ、今の自分、と受け止めて、もっと良くなってくれることを期待している。そう話す理由を問うと、片肘に痛みはないですと言い切る。原因は別の箇所にあった。手首がずっと邪魔している。プレートが入っているので人より硬いし、指先のリリースに近いところなんで、直接すごく邪魔をしてくる。23年6月に左肩のクリーニング手術と同時に受けた。 左尺骨短縮術が影響していた。手首の小指側には TFCC という手首の骨をつないで安定性を保つ複合組織があるが、高橋は人体が損傷して緩んでいた。力が入りづらかったというのがあって、尺骨を短くして人体を突っ張らせるという感じの手術を受けた。術後はギプスを利用する選択肢もあるが骨にチタンプレートを添える形で埋め込んで固定した。 プロ野球界では、前例がないという手術だった。投げられなかったので躊躇はなかった。踏み切った結果、痛みは解消した。だが、投球には影響が出た。筋肉に硬さが残り、特に手首を立てて投げる直球とカットボールには苦しんだ。4月に2軍で実戦復帰後は、腕を振る勢いに手首が負ける。だから、まっすぐもカットボールも火によって違うと、 思うように投げられないもどかしさを口にしている。フォームも前とはちょっと違う。腕が違うから、変えたというか変わっちゃっている。リリース時に体を倒す角度を変えるなど対応に試行錯誤。日々感覚が違うため、投げながらやっている感じ、と試合では微調整しながらの投球が続いた。最近でも、今も手首の影響はある。探り探りですね。 そんなに早く良くなる感じではないと話した。現状を悲観はしているわけではない。仕方ないでは終わらせられない。時間の経過とともに良化の兆しもある。前より力が入る範囲が広がってきているかなと思う。カットボールはちょっとずつ良くなって、決め玉というレベルにもなってきているかなっていう感じもすると前向き。今の力を出し切る調整に専念している。 今後はプレートを取ることも可能。球団トレーナーによると骨折や術後の傷口などデメリットもあるというが、取っても投げられない期間はそんなに長くはないと思う、という。ただ、今の高橋は目の前しか見ていない。年齢もそうだし、後がないから一生懸命、今やれることをやって。みんなに助けてもらっているんで、あらゆる可能性を探りながら、新しいスタイルを探っていく。 デイリースポーツ阪神担当西岡誠。